百田直樹が国民民主党の CM を酷評、話にならないくらいひどい先日、国民民主党が国民の税金を使って議員たちに侍の武士のコスプレをさして CM などを作り動画を公開しました。これに対して百田直樹さんが放送作家の立場から一言言わせてもらうとこの VTR の台本も演出もお話にならないくらいひどい。 しかし、サッカーもディレクターも、これでやれと指示されたのだろう。気の毒としか言いようがないとなっておりまして、こちら、この国民民主党には、こういった形で、国民の税金を無駄遣いするのではなくて、しっかりと国会で、デマを流さずに、真実、事実に基づいた議論をし、国民が、 日本が抱える問題を解決するように、仕事をするようにお願いいたします。以上になります。ご清聴いただきありがとうございました。